漂流する救命ボートからの脱出のために東京ミステリーサガさん来ています。なぜ俺たちが漂流したのか、見えない、視聴性が見えない。今日こそ脱出するぞ、意気込みはいかがですか。俺たちはもう死んでいる。何度目の正直だと思ってる。どこなんだよ、脱出するぞ。パニーってビリヤードでもしましょう。11月30日これ情報共有。あなたは白雲丸でのリクレーションに参加するために意気揚々とラウンジに集合しているショットでも飲もうぜ。何やる何やるこれ、ここが白雲丸か。自分に遭遇してしまうことも知らず宴だ宴だぞ。お、明るい。皆さんよく白雲丸で一緒に。どうも皆さん、こんばんは。白雲丸での船旅は楽しんでいただけていますでしょうか。楽しいです。早速レクリエーションの説明をさせていただきます。我々が用意したレクリエーション、それはなんと謎解きです。いいじゃないですか。その名も漂流した白雲丸からの脱出です。こちらも箱の謎を解き、どんどん開けていってもらいます。この謎解き、実は私自身の経験に基づいて作っています。海や船の知識を皆さんに楽しく知ってもらいたいという願いを込めました。私は過去に海で遭難した経験があります。不安と孤独で頭がおかしくなりそうでしたが、救命ボートで漂流してから3日後、偶然近くを通った飛行機に気づいてもらい助けられました。飛行機がこちらに気づいてライトを点滅していたのが、これはまだに忘れられません。救助された時に船の沈没地点の座標を救助隊に伝えることで、沈んだ船の沈没地点付近でもすぐに救助活動を開始してもらうことができ、周りの人も救命ボートで漂流してしまった他の乗客たちも救助され、なるほど、奇跡的に犠牲者はゼロで済みました。海は残酷です。時に正解のない選択を強要してくる時があります。ひどい時には他人の命と自分の命を天秤にかけなければならないなんてこともあります。漂流した白雲丸からの脱出、ゲームスタート。おっ、地面がおぼつかない。レクリエーション激しいぜ。これがリアル。先ほどの夢は漂流物と思われる。何船底に衝突したことが原因のようです。待てるぞ、リアルなレクリエーションですね。これが推し始めました。そんな浸水、え、皆さん落ち着いてください。随分リアルになってレクリエーションの演出なんかじゃありません。まさかこれは本当に事故が発生してしまったみたいです。まずいぞ。すみませんが、レクリエーションどころではないようです。ちゃんと言った。この時は中止にして放送を聞きましょう。これは演習ではない。次回船上の水が一気に船内に流れ込んできた。何、水が間もなく沈むと思われます。 まずい。なんてことだ。船内の方々はスタッフの指示に従い至急避難を開始してください。スタッフ、これは訓練ではありません。訓練ではありません。甲板に救命ボートを展開しました。ラウンジの皆さんも避難を開始しましょう。はい、はい、皆さん今から甲板に行こう。行こう。急げ、慌てず押さず急げ。中に皆さん入ってください。俺たちどうなっちゃうの。暗いよ、狭いよ。おい、外が見える。意外と居心地がいいですね。俺たち以外の人もこんな風になんか鎌倉みたい。北海道ではね、よくあることですよ、こうやってね、さあ自然な鎌倉みたいな。餅を焼きましょう。あ、餅は待って、水面がクリエイテッドバイスクラップカミングス。来てる来てる来てる。ナウ、カミングナウ。あなたたちはこの絶望の海の上でどういう選択をして生き延びますか。くそー、やるしかねえだろ。いつもやってるようなことをしっぺ返されてる気分だぜ。漂流した救命ボートからの脱出。おい、ケントカミングスナウ。何かが救命ボートに衝突する音が聞こえた。ビガン、
終わりだ。機械だ。絶対機械だ。耐えらんないよ。あ、あの箱か。あれか。謎解かなきゃいけないやつだ。謎が解ければ、実際の食料を、うん、あ、お姉さんが言ってた。言ってたぞ。なんて書いてある。換気の役割がある。うん。初級の箱に入っている。研ぐときに使う。空気が抜けたときに使う。切ることができる。上級の箱に入っている。ジッパーがついている。中級の箱に入っている。おいしい、おいしい。溺れたときに使う。なんか1から0番まで。導いた番号で箱を開けよう。え、救命ボート内を。俺残り40分開始されたぞ。あ、あ、死んじゃう。救命ボート内を観察して解こう。この中か。ただここにもいろいろ道具がある。救命ボート内の観察だ。みんなペンライトがあるぞ。一人一個だ。ペンライトだ。あ、みんな見てくれ。ここにナイフがあるぞ。あ、ロープや肉を切ることができる。なるほど。サメなどを狩ることに使うのは無理だ。空気注入口だ。空気が抜けた救命ボートに空気を入れることができる。何？あ、大事そうだな。そうだな。食べ物を衣食住の食を何とかせれば。食をまず。だから食はこの中か。救命ボート内を観察して解こう。待って、でもこのマークは、うん、それじゃないか。これとそっくりだよな。わからないの説明文の番号だ。空気を抜けた時4だ。4444444444にするぞ。あ、なるほどなるほどなるほど。これは何なんだ。これか。空気がこもりやすい救命ボート内に外気を取り込むぞ。これか。1だ。1。よし、俺たちだいぶ優秀になってきたんじゃないか。おいおいおい。最後はナイフの説明文。これナイフか、カンヌキじゃないか。あ、カンヌキか。どうだしょう。みんな開いたぞ。何？よしよし。これでやっと。これで今日の食料は早いんじゃないか。開始3分経つには、なかなか俺たちにしては頑張ってるんじゃないか。おお。来たぞ。いろいろ入ってる。救命ボートの備品を知ろう。備品だと。この中の、うわ、なんか下にすごいのがある。何これ。これやっぱり順番にやっていくべきだよな。そうだな。備品を使って謎 ABCD を解こう。生存指南本ページ31を開きます。あ、指南本はこれじゃないか。指南本あったか。あった。指南本。指南本だの31ページを開く。あ、31ページここだ。え、箱についた4つのを変換したものが答えだ。モールス信号。箱についた4つのってこれがわからん。箱についた4つの四角を変換したものが答えだ。箱についた、あ、モールスあるぜ。あ、ここにもある。モールストンツーだ。1個ずつ。あ、なんて書いてある。3文字目って書いてある。トンツーの3文字目。これだ。あるある。あるある。あー、じいちゃん。彼女たちは覚えながら、あー、大丈夫か。登ってこい。え、助けなきゃ。助けなきゃ。ごめんなさい。ここはいっぱいです。そんな。そんな。申し訳ない。これ以上の隙間はない。いや、待て。あと一人詰めたら入れるんだ。あと一人詰めたら入れるんじゃない。扉閉じるみたいな。あ、やばい。チームで考えて決断しましょう。確実に沈むんだぞ。いいか、見せて。時。時がいる。時が二人いるんだよ。時が二人いるんだよ。行け。さあ、こっち。あ、こっち。あのシェルターはまだ呼ばれ。あれ。あ、呼ばれた。嘘だったんだかな。おじいちゃん、なんで裏切ったんですか。女の子は俺が迷ってる間に遅すぎたんだ。俺たちが助けるには遅かった。あ、判断が遅い。そんな、すまない。おい、こんな押し付けるシナリオあってたまるかよ。上のメモリを使い、縦横高さを測り、縦横高さを下の2の中で結び、三角形を作ろう。まあ、測ればいいのか、とりあえず。はい、測れるのか。横から測るか。まあ、16じゃない。だいたい。あ、魚だ。間見ろ。間を見ろ。え、魚の名前がどっかに載ってるんだ。そうか、これじゃないか。おお、いい。魚図鑑だ。あ、間ってここか。名前の間ってことか。ひだから、ここは中ってことになる。あ、そうだね。ラノ様だ。ラノ様だ。まあ一旦ね。ラノ様だチールポンパー。ラノ様だチールポンパー。ラノ様だチールポンパー。4桁の数字だ。やったぜ、JB。鍵はどこにあるんだ。ここに24分だ。いけしょん。いけいけいけ。いけしょん。やれしょん。あれあれ。ファッ。この真ん中じゃない。ここじゃない。え、開いた。あ、開いた。あ、焦っちゃダメだ。焦っちゃダメってね。ダメだ。ステップ3、ゴー。どうだ、ショーン。さあ、開け。
なんかたくさん入ってる食料が。すまん、たくさん入ってるぞ。なんだ、まずはしかし紙を見るところから始めた方がいいな。よし、俺たちだいぶ学んできてるぞ。お、なんだこのボードゲームは。釣りで食料を得よう。なに、海の知識を得よう、うん、釣り具の作りの謎、下の図を参考に材料を探して釣り具を作ろう。はあ、これかルアーみたいのが出てきた。ちなみに2個だ。ほう、あとみんなちょっと俺たちちょっと遅れ気味らしいから頑張った。何、あんまこんなに早く頑張って。厳しくない。頑張るぞ。よし、行こうだな。はいはいはい、あー、おー、いいじゃないか。来たぞ。いいじゃないか。これをこれでいいのか。通気口の穴、紐の黒い部分まで海に垂らそう。その後釣れるまで紐は手で持っておこう。じゃあ俺がやっとくぞ。頼んだしょう。黒い部分まで。やったぞ。その間俺は通気を見てるぜ。ちなみに役割分担だな、ここはな。みんな行け。あ、あ、釣れたー。ご飯だ。残り20分これあと半分しかねえぞ。まずいまずい。まずい。今度人がいたら助けるから。サメだ。釣りで集まった魚に。サメだぞ。あ、サメだ。あ、まずい。凶暴なイタチザメに対抗することはできない。まずい。どうすれば。うわ、ああ怖い怖い。やるしかねえ。やば。あ、日没だ。恐竜一日目の日没。食料だ。食料だ。ああ、食料出せって。ああ、食料食料。よいしょ。水は入れた。仕方ない。いいか。よし。この問題で使う。入れるしかない。だって生き延びなきゃいけないから僕たちは。何かを犠牲にするしかないんだ。4、うん、これでいいのか。なっ、塞ぐぞ。よし、今日の分のご飯パクン。お願いします。何かがぶつかる音がした。誰、まだ何かぶつかるっていうか。おじさん、あった、今度こそ。あった、じいちゃん助けるか。そこだ、そこ押そう。昨日あなたたちに助けられる。助けられる。娘さんは。いや待て、波に流された先で偶然浮くものを見つけ、あ、助かったのか。ああ、よかった。すぐ押そう、すぐ。君たちは救助隊か。いえ、一般です。すいませんでした。おじいさん、おじいさん。で、老人は気を失った。老人も明日を迎えるには食料と真水が必要です。老人の分は提出箱の一番右側のスペースに提出すること。おい、マジかよ。あ、そういうことが1個あったもんな、余分に。なるほど。あっさあ。よし、はい、開けてください。30分、耐えてるよ。あと10分だ。30分経過。開いた。残り10分。いいぞ、開いたぞ。4、ステップ4。水だ。ステップ4、水だ。やった。よしよしよし。おじいちゃんの分は？おじいちゃんの分はない。あるある。おじいちゃんの分はある。ない。ある。5つある。5つある。よしよしよし。飯がねえ。で、地船の位置を知らせる道具の知識を得るんだ。はい。よし。初級の。初級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 。これだこれだこれだ。初級初級。足が動かねえ、みんな。俺は。違う。あいつは置いていこう。足できても俺は泳げねえ。足がしびれる。痛い痛い。我慢して。大丈夫だよ。皆さん。はい。伏線回収。あ、来ました。よっしゃ。なんとかな。俺ら延長してヒントもらってこれだぜ。助かるぞ。オープンします。俺たち。いつなったら最初から全部クリアできるんだよ。わかる。たちは。飽きられねえし。飽きられねえ。頑張れペレオ。手元が。手元がぶつかる。オープン。おっしゃ。果たしてこれで終わりかな。あ。あ。え。さあ、ここはディズムさん。あなたに決めていただきましょう。最後の箱を開けることができた。しかし食料は人数分はない。あなたはどういう選択をしますか。最後の謎解きです。人生の謎解きみたいな感じ。リズムさん、我々に水はあるか。食料もしかしてない。哲学しかない。乾パンはない。そこのさっき2匹取れたよね。あれはもう昨日使ってしまった。入れた。食べ過ぎよ。待って、おい、これ最後の謎解きまだあるはずだって。なんかみんな知恵絞ろ。これ食べようみたいな。なんかあのマグネットになんかないか。木を食べる。この木を食べるとかさ。だから誰か革靴を持ってる人。革靴。味、味が染み出るやつ。いや、なんだ、とりあえず一人は助かるだろ。ホタテとかないか。ホタテとか。こう立てるみたいな。ホタテ。考えろ。そう、なんか食えそうか。極み鉛筆とかどう。ホタテ極み作ろうぜ。選択。おい、みんなあと30秒で別れだ。最後。誰が残る。くそ。いや、これもう全て。リズムに全て決めてもらおうじゃないか。あ、そういえば外におじいちゃんいたよな。というか、おじいちゃんを食えばいいんだろう、俺たち。今夜はおじいちゃんよ。あの、おじいちゃんって書いといて。やばい、入れなきゃ。よし、おじいちゃん。あ、みんな、ほら、みんな、おじいちゃん。ゲームが終了しました。ゲームが終了しました。俺たちの食料はおじいちゃん。
皆さん大丈夫ですか？来た！助かった！助かった！助かった！ありがとうございます。やった！ゼロ人か。助かった。生存者はゼロ人。生存者ゼロ人。俺ら幽霊だったわ。あ、俺死んでた。はい。体当たってた。嫌かったわ。そうだよ、こんな締めなくても聞こえないんだ、この声すらも悲しいね。やったぜ、誰も生きちゃいねえ。というわけで、いろいろとヒントをもらったし、時間を延長もらったけど、ゼロ人生存でした。今回も歯応えのある謎解きでした、はい、面白かった、うんうん、慣れてるところもあったと思うんですけども、いや途中までは良かった気がするんだけどな、いやめちゃくちゃなんかでも TRPG 的なこう選択とかいろいろ迫られて、うんうん、盛り上がるところもあって、たくさん楽しめたで、うん、楽しかったです、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。行こうぜ、海に。